はい、こんにちは。こんにちは。田崎です。GTR、だいぶ進みました。はい。とりあえず下ろすか。ね、あ、そう。下ろしましょうかね。はい。はい、踏んだりバラしたり、踏んだりバラしたり、忙しかったです。とりあえずね、ここはね、前回、パネルがなかったと思うんですけど、はい、あれから、まあ、パネルの方も叩いて、はい、きれいにして、はい、取り付けました。はい、だいぶ違う。うん、切ったのこれ。ああ、これがこう、はいはい、うん、こんだけやりました。一回、まあ、フロアとか全部つけとったんやけど、とことん調べちゃろうと。はい、はい、あのフロアがね、穴開いとったけん、うんうんうん、なのでとことんやっちゃろうと思ったらこんな状態。どうぞ。一回きれいにしたのに。ああ、助手席がすごいですね。すごいですね。もうダッシュも全部のけて。はい、ですね。ダッシュのけたんがね、どうしてもこのエアコンのね、あのエボクとかあの辺のものが全部ちょっとのけて、一回見たかったっけん、この辺が。確認は取るためにのけました。はい、まあ、結果的にのけて正解、うん、作業性アップ。うん、音は残しときたいけん、切って継いで、うんうんうん、っていう形になると思います。直したら綺麗に処置して貼ります。はい、まあちょっと今日は部品がまだ、そうなんよね、これは本当鉄板ね、組む予定やったんやけどね、うんうん、鉄板が向こうのよ、ね、ここまでまさかね、まあ来てるとは。そうやね、向こうもちょっと怪しいとかあったけんね。あ、そうなんですか。運転席側もちょっと調べてみないと。ああ、あっちの方もこんなの全部剥ぐよ、ね、うん、でもやっぱね、剥いだらね、湿っとった。あ、ですよね。うん、剥いだ時はね、こういうところが ね、もう日にちが経ったけん乾いとるけど、うんうんうん、やっぱこうサビ跡があるもんね、うん、サビ汁かサビ跡か、ここは、うん、やっぱり一番低いところやね。うんうんうん、溜まりやすいところに。そうやね、来てるんですね。うん、こういうことをしていかんかったら、うんうん、おそらくそっちまで行っとるよ。え、こっち水はここまで来とる。あ、はいはいはい、サビ跡が、うん、うーん、なので剥ぎます。これ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 、これいいね、いいね、剥がれやすいっすね。ね、今日の気温がなんと30度、30度です。はい、やけどこんだけ剥がれやすい。そんだけダメになってますね。そういうことですね。よっしゃ、てな感じです。はい。まあ、こんな感じで。はい。はい。はい、こんにちは、田崎です。今回は引き続き、ベストは、まあ、先に切った部分を出ましょうかね。これ残骸、まあ、あとはでも、まあ、捨てたのもあるんやけど、まあ、こんだけ切って直しました。ちょっと見てもらおうかな。まずね、あ、いつも撮影、ね、してくれている道楽者のガレージライフさんが、そう、再々来れないんで勝手にもう進めてしまいました。まずやったのは、先ほどまあ見せた鉄板ね、吸い取ったやつをまあ切ったやつで、それ切ったら鉄板がなくなるんで、当然ね、新しい鉄板ハサミで切って、まあ叩いて曲げて、で具合ようにつけました。まあ一応こんな感じに今はなっております。でこれのね、大変やったのが、何が大変かって言ったら、まずその鉄板切るでしょ。切るんやけど、そのサンダーで切るんよね。これで切るんだけど、まあこういうところはね、まだ火花がこっち見てくるけど、ちょっと壁があるけど大丈夫なんやけど、こういうとこ、こうね、火花が自分の方見てきちゃうんで、これがね、やっぱ一番しんどかったね。あとはまあ切ってしまったらもうこっちのもんなんで、まあもうそれに合わせて鉄板をね、まあ切って、叩いて、曲げて、ちょっと隙間を開けたりして、あの溶接、ちょっと隙間を開けるっていうのは、溶接機のワイヤー、鉄がね、ワイヤーが鉄ないけど、それ溶けたのが、まあ、向こうを見て入り込むように、ちょっと隙間が、ね、まあ、開けたり、カツカツのとこもあるけど、でも重ねることはしてないですね。
で、まあ、一応こういうな感じで、まあ、止めていって、今はもうコーキングを打って、まあ、乾燥待ち。もうそのコーキングの前にもね、ちゃんとね、あのこの染め球さんのこれ取ってよ。でこいつはね、ちゃんとね、もう全体にちゃんと塗って、まあ、これねプライマーも入っとるんで、すごくね密着効果もあります。それを機能して、まあ、今日コーキングを打ちました。まあ、もっとねコーキングも綺麗に塗る方法あると思うんやけど、もう見た目なんかよりも、もう二度とね水の侵入、腐り、これを防ぎたかったので、もう指でねコテコテにね塗りました。まあ初めてねこういうことを塗ったのもあるんで、まあ、汚いところいっぱいあるんやけど、これでもう水の侵入もないですね。もうこういうところもねちゃんとこう復元ね、この出っ張りがあるんで復元したりね。でここもこの鉄板が下で、この後ろ側の鉄板が上、ちゃんとここも曲げて、重ねるようにね曲げてちゃんとやりました。でこっち側も、まあ、1枚もこっからずっとここまで1枚もなので、まあフレームの上にねちゃんと重ねて、個人的にはもう大満足よ、バッチリよ。あとねこれエンジンハーネスね、これは室内に入るので、ちゃんとねこの鉄板のこの穴もちゃんとリブ加工して、これがちゃんと収まるように、一応そういう細かいところもやりましたね。まあ、やっぱりあれかな、一番のそのなぜこうなったか、あんなところがあんなに腐ったか、放置した車の最大の敵っていうのは、まあ、苔、あと、まあ、土、砂、そういうのが一番、まあ、最大の敵であって、まあ、雨がこう入って、まあ、ホコリとかゴミも入るんだけど、それらが普通はこう両サイド分かれて、で下向いて押してくれるんだけどね、今回うちの車はね14年放置取ったら、どうしてもねこっから入ったやつが、まあ、左右に水が分かれます。砂かね、砂とかゴミとかいろんなものがね一緒に流れて落ちてくれるんだけど、ここ前回ここパネル取って直したところ、ここに溜まってしまって、でそれが原因でこのここから、まあ、この指、まあ、突っ込んでるとこないけど、ここが腐って穴が開いて、で穴が開いたためにどうしてもその水っていうのはどこに行くか言ったら、ここはもうこれ室内とかやね、ここから先は室内のとこやから、どうしてもここに来てしまった、腐るよね、そうなったらね、あえて鉄やし、それを直さんことにはせっかく掃除してもまた同じことになっちゃうんで、今回は徹底的にやりました。この後はもうこれで乾燥して乾いたら、まあ、サフ塗った後に色を塗って、でアンダーコートを切って貼り付けて、で完成です。運転席もねちょっと気になるところがあるんで、まあ、後日まだめくってみてやろうかなとは思っておりますね。で多分その運転席側気はうまいこと言ったら、まあ、やれるシーンはこう流せると思いますので、これはもう期待しとってください。というわけで力の動画はこんなもんです。以上です。バイバイ。